いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そして小瀬です。はい、ということで本日は2023年の12月11日ということでやってまいりました。千葉県にございますウエスタン浦安柳通り店なんですけれども、今日は抽選のハードルが低かったんですが、35番ブブブカラクリあたりを見に行ったんですが、まあさすがに満台ということで、クランキークレストですね、まあ以前1回打ったんですけど、当たんなきゃおもんないよねとは言ったんですが、まあでもね、割と打てるなと思って、あとなんて言っても設定1の機会が 100.5% っていうね、まあほぼないんですけど、はい、ちょっと見どころを感じたので、今日はちょっとクランキークレスト打ってみようかなと思いますけど、まあ別にバチバチ設定が入るような台ではないと思うんで、まあやりつついつものあきらい待ち、そんなムーブでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということでバルブレイブが開いたんですが、今この隣の台ですね、まずこの台なんですけど、329ゲームチャンスゾーン失敗、466ゲームチャンスゾーン成功で革命ボーナスを引いてラッシュ入らずにやめてるんですが、つまり多分何も分かっていないんですが、リプレイでやめるって本当に最も愚かな。だってバルブレイブって最低でも1枚以上の払い出しが絶対あるの、完全な外れってないのよこの台。これ1枚捨ててるから、まずお金を捨ててますから、はい、D0 ってまあ経由少しはあって、で、あ、これこれまあ 50% ぐらいかな、生命体だったら 60% ぐらい、チャンスアップなかったら 10% ぐらい、ほぼチャンスアップ出るから、ただチャンスアップが結局、あ、ここでこれでほぼほぼ当たりますね、はい、で、アキラ、V 揃いでの搭載ビッグ近く、なるほどね、まあ、まだミミズの可能性は十分にありという感じですね。ここまでホールドなし、ジャックチェリー2回引いてて、ホールドなしなんで40何パーを2連続引いている可能性と、あとは内部的にマリエ覚醒が決まっているから、そもそもホールドが無抽選だった可能性で、ここからですね、ラスト9からラスト5までの間に、保証でのホールドが必ず入りますので、マリエ覚醒が決まってない場合は7で煽ってこないということは、かなりこれはここ でこの白フラ1枚役出た場合は全長短縮して必ず、ホールドに、ホールドの権利を持っている場合は必ず行くんで、ここでホールドしたら保証でしたって、しなかったらマリエ覚醒確定、はい、これでマリエ覚醒が確定と、設定差があるところなんで、まあ設定的な意味では期待はできる、ただまだもちろんミミズの可能性もあるんで、まあ、そもそも一喜一憂はしないけど、まあ要注目ですね、はい、このね、星順ナビ出てるのにこれ暗くなるっていうのがマリエ覚醒のやつで、マリエ覚醒中は、ホールド抽選ないんで、この時点ですでにレア役はストック抽選になるんで、共闘レア役を例えばここで3回引いたらもうストック3個してスーパーまで到達と、まあもちろんここでねスーパーまでさっさっさと行ってもらえたらいいんだけど、革命分岐、まあ、これはまあミミズとかには影響ないんで、ただここでもし揃って追撃まで行ってサマイを、ね、プラス多分2000枚ぐらいまで持っていければ有利区間を強制的に切れるんで、ミミズとかの心配もなくなるんだけど、ちなみにこれちょっとキモい出目を出すと、ここで赤7を中段に止めたら2角、これで2角、これで2角、キモいんだけどね、7揃わないから絶対で、ここでレア役を引けたら追撃するんだけど、あ、ただまあここ何も引かなくてもワンチャンここの100からの追撃に設定差がある説があって、しなかった、まあ、ここは100ゲームあるんで本当にストックを取ってスーパーを近づけておきたいっていうところはありますね、はい、まあ、ミミズから抜け出す
トリガーになるのは間違いないんで、この分岐っていうものは、まあ、これでちょっとプラス1になって、まあさすがにまだ200枚プラスぐらいなんで、ここで終わってしまったらまあ全然有力感切断には至らないなっていう。珍しいね、弱チェで強演出は、ただ弱チェの時点でそもそもそうだね、ストックの期待度は異常に低いんで、ワンチャンあるかなぐらいの演出。あ、リプレイで腹切りチャレンジはちょっとレア。ない。でこれで引き戻しがあれば、まあちょっとミミズの可能性が割と減る。まあラッシュの引き戻し自体はかなりレアケースなんで、まあ普通に打っててもあんまり引き戻さないんだけど、ね、まだまだミミズの可能性はちゃんと考えていかないといけないところだね。ナイスチェック。あ、これ400で当たってるね。これはちょっとミミズの可能性がもう今 70% ぐらいまでいったな、この時点で。おそらく当たる。で、当たった上でおそらくこれは400ゾーンだと思われる。交通ベル。ボーナス、うん、難しいけどな。でも今2連続400当選で謎当たりはしてないけれども、まあ、引いちゃってるからわからない。ここでもう一回分岐来て100とか取ったら有力感の切断がちょっと現実的になるかな。やはりまだミミズの可能性は高いな依然。まあリスクヘッジでやめても全然いいんだけど、ただまあ今1台4、5、6角が出たっていうところと、まあ霊覚醒できるっていうところで、もしミミズじゃなかった時の期待できる設定が少しあるっていうところで、さすがにまだ継続よりか、まあミミズもまだちょっと確定的な感じにはなってないけど、うん、待ってこれ当たるわ。ああこれ403連は、これはね、謎当たりしなくてもミミズ A の可能性を非常に高めてると思うんで、やめようと思います。でもすげえむず、うん、いわゆるミミズ A でいいと思う。だからここ俺の希望は謎当たりですね。これ謎当たりしてくれることが一番こうコスパがいいかもしれない。 V でも良い。ああこれは、まあ、謎当たりカウントではないけれども、さすがに400、400、400で成功、成功、成功。もちろん理想はこれがラッシュに入ってスーパーに行ってミミズではありませんでした、よかったねっていうパターンがもちろん理想だけれども、ちょっとこれは難しいんじゃないかと思うな。いやでもこの台ちょっと悩ましいな。まあ、まあまあミミズなんだけど、まあまあミミズなんだけど、これをどう捉えるか。ミミズじゃなかった時のことを考えるべきなのかどうなのか。ただ全力でないことはもうだいたい隣の台を見てたら感じるんで、これやめるかどうかだよな。ということで、バルブレイブは400、400、400、まあ、いわゆる謎当たりはなかったんですが、前任者も革命ボーナス抜けから打って
400でラッシュ入れてラッシュ抜けで400で革命ボーナス抜けで400で最後っていうところでやっぱ400、400、400はさすがにっていうところで、であとはラッシュ2回やってスーパー行かずっていうところで、まあ、ミミズの可能性がそれなりに高い、まあ 50% ははるかに超えていて、俺の中では、まあでも 80% 近いかなっていうところで、でかつもう1台バルブレイブ4、5角が出たんですよ。で、まあ、状況的には悪くなさそうなんですが、1個隣の台ですね、その4、5角ではない台がスーパーで2回スーパー入ってそれなりに連チャンしてるんだけどドライブ飛んでないっていうところで、まあ、つまり全録はねえだろっていうところで、やっぱりミミズじゃなかった時にどうなのって言った時に、まあ、マリエ覚醒はしてたんですけど、うんっていう、やっぱりミミズ打ちたくないんで、まああの台が仮にミミズじゃなくてかつ設定があっていっぱい出たとしても悔いはないという判断でカラクリサーカス。ただカラクリサーカス現時点でまだ昼の2時前なんですが、4台全台マイナス2000枚を下回っている地獄絵図、今のところ万枚以上、万枚ぐらいですかね、4台で負けてるんですが、1台空いてて、このお店で以前2以上が出てかつめちゃめちゃ設定ありそうな挙動をして、まあ弾も出てっていうので、まあ部分にも設定があることが少なくとも1台は確認が取れた上で、であとこれですね、カラクリサーカス3回幕開チャンス4回ってことで、これまあ通常時の幕開チャンス入ってるよね。であとちょっとクランキークレストに戻る選択肢もあったんですけど、今見たら埋まってたんで、今ね投資6000円で1800枚持ってたんで3万以上勝ってるんで、はい、まあそれはまあ、いやでもほぼ押さないとダメです。惜しい、ああ惜しくない、 25% これ絶対持ってこ、あのカラクリはねもうそういう台だから俺は感情は別に封じ込めない。カラクリサーカスってさ本当にさ最高のパチスロだよな。いやなんかさ、このやっぱ昨今のこのレア役っていうものへの考え方がさ、カラクリサーカスのさ AT 中に関して言えばさ、もう全世界の弱レア役の頂点に立つ強さじゃん、価値があまりにも高いじゃん、そこは本当にすごいと思う。六角、あ、2以上、これほら多分なんか最低保証あるんじゃないのかなっていうか、2以上出たわ。よしよし、これでとりあえずまず一つバルブレイブから移動したことが少し肯定化されたね。2以上か、だったら4以上が出てほしかったな。さすがに2セットはないかな。低設定示唆強ない、やっぱあれ保証かな。まさおー、あーダメか、 C にはいかないか、ワンチャン赤ボッキない、ちょっと強めの前兆ほい、まあでもさすがにないか、さあミゲームで1回引けばいい、強い、よいしょ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 、はぁー、劇場ジャッジやりてー、よーっちー、よいしょー、二角ー、さあ、1回目の劇場ジャッジ、オッケーオッケー、 40%、ここで引く、あの音が聞きたい、これこの音が聞きたいんよ、ちょっと金属音の混ざったこの、まだ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 、でも2個目を持ってくるのかな、本当に2個目取ったらもう一気におもろいからな、まだここだとね、まだ全然だからね。ナイス、熱くなってきたよ、
あー 40% 上乗せなし。いやもう一回 40% 2回ということは 64% でいくよ。あーディアン、あーもうこの煽り確定だね。あのゲーム数のこの煽りは確定やつだ。あー熱すぎサーカス。いやーまずい、あの音惜しい惜しい。もう一回もう一回もう一回。はあ。一個止まりか。こっちもあるか。ガタガタしてるわ。 40% で劇場ジャッジついてる。うまいうまい。あー劇場ジャッジついてきた。ただこれは勝ち確じゃないからね。乗れ後乗せに回れ。300枚。いけるいける。ポジティブ打法ポジティブ打法。天才か。 50% 50% 取ってる。はい、そりゃそうよ。さあ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 素晴らしい。引けるな今日これ。引けるわ。300いっちゃう。試しに行かないか。うまいな。上手。来た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 。乗らない。あー惜しい。惜しい。うわ下バネショート。外れていった。またってナイスー。ホールド中と一緒だから。でも僕してないから。おっ3人5分の2で出ない。気持ちが良かったな。うーここ天国。もうここ天国だ。5回中2回を使い果たしてしまったな。あーせめて AT 入れて終わりてえな。タパネ消えてもうやりたい方。おっ直撃だこれ。でも天国 C でこんな振り分けあんのかな。これはでも空振りだけど、これ多分天国じゃなくて C なのかな。分からんな。こんな初めてだな。ここででも強レアとか引いてないし空振りレア役ではないと思うから ABC は100以内の振り分け自体がないわ。だから天国でしかないから。天国なんだけどなぜか直撃してるんだけど、これはなぜだ。きたー合格。劇場ジャッジ1角。40%。よーOK、よいしょ。うん、OK、さあ来たよ2回目。これ通せばもう一気に話変わる。またやられに来たかカピタンめん。フッ。40%。力。さああと一発。
すげえ。いいでしょう。いやー、まだあるまだあるまだある。あー、いや、まだあるまだある。セット継続もあるし、今日チャンス目。セットはなし。いやー、マジで勝負。あー、天国か。なるほどね。5回中2回天国の後の、まあ、3回あったねっていうのかね。惜しかったね。あー、惜しかった。劇場ジャッジは二の二で通したんだけどな。わかんないな、どっちか。2ゲームで1回いけばいい。2ゲームを1セットとして捉えよう。2ゲームを1セットとして捉えて、そういうことな。あー、なんもできん。運命の一撃に行かなくても乗り打ちにしてくれない？いや、あのブブブのミミズも含めて。いや、待って待って待って、俺の方が勝ってるから。そうだから、ね、おい待てよ。ちょ、待って待って待って。いや、いいっすよ。いや、俺今1万6000ぐらい勝ってたわ。ごめん、ごめんね。なんか本当ごめん。なんか言い方もしかしたらきつかった。そんなつもりなかったんだけど、ごめんね。本当に今度から気をつける。ごめんなさい、本当に。これがあるの、これがあるの、この台は。こっからこれがあるの。50枚。あー、ダメだこれ。オールベル、いや、レアキュー。あー、下手下手。なんでなんでなんでんかんでんなんでんかんでんだよ。来たよー、追加で。運命の一撃いかねえかな。あの運命連鎖通すときこれ出るよ。あ、ダメだ。何やそれ。こっからね。バカ。よし、はい、おいおいおい、よいしょー。3枚ベル。ギリールのスイカ以外取りこぼしはないよ。待って、3% 引いたわ。いやー、さっきも残り10枚から、今回は残りもう0から。そりゃそうよ、当たり前だのクラッカーよ、そんなの。4800枚。あー、惜しい。一撃完走まで欲しかったな。だよー、上乗せはなし。うわー、ディアマンテナ、デアマンテナ。40%いける。うるさいな。あと1本、あと1本。あるある、こうなると一気にあるんよ。いやー、6200枚。おまけして6250枚。
惜しいな。6150枚足りない。引ける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 。動こう。ない。はい、おいおいおい、諦めないよ。俺は諦めてないよ。ラスト10枚からのオリンピア、ラスト0からの劇場ジャッジ2発、最後まで諦めなかったからこそ持ってきた。諦めないレバーを。はぁ、終わった。ここ戻せなくて、ここ戻せなくて何がからくりじゃい。青菜の中段にねじ込む。出て、あーっつってな。ワンゲームのサスなんだけど、ワンゲームのサス、うん、1ゲーム早い。幕は 6? 行き過ぎだよな、さすがに。フリーズ。お、リプレイで 1%。 レア役どこ行っとん。もうこんなにも綺麗な駆け抜けがかつてあっただろうか。よし、継続した。え、何？俺の今日の儲け、どうせナンパ。下パネショート、ザラスト。8時40分ということで、ラストダンス、投資8万9000円をまくる。8万9000円、おっしゃ。まず1000円返ってきた。あと8万8000円。あー、やばい、いけない。あー、おっしゃ。あー、弱い。あー、そんなー。かえぽよー。3000返ってきた。なんでもない。よいしょー、おかえり、ただいま。そう、みんなの家みたいに存在になりたい、サスケです。はあ、四五六角。誰見えだろ、下げやがって。ほやんちゃん、お前6000枚近いじゃねえか。13万負け、やばすぎサーカス。ということで午後9時過ぎですね。パチスロ公務員の私は4時が定時なんで、5時間の延長を2日連続したんで10時間分、次の収録はお休みをいただけるんじゃないかと思います。ということで店内状況なんですが、バルブレイブ稼働17233枚、近くで見てましたけど、まあ、ドライブバチバチなんで、まあ、普通に6でいいと思います。俺が打ってたからくり、俺の見間違いでなければ最後に4、5、6角が出たんですけど、6000枚弱で5000、多分7、700、800枚入って、まあ、俺が1000枚最後戻したんで、まあ、5000枚はマイナス12万負けですね。11万負けぐらいで、ただこいつが頑張りました。
これもマイナス3500枚ぐらいからなんか気づいたら運命で一撃通しててプラスで終わりと。あれ何このラブ城、なんかとんでもないラブ城がある。え、これさすがに、まあ、これで設定ないんだったら神代だから普通にあるとは思うけど、もうめちゃめちゃ綺麗に6000枚ぐらい出てるね。5700枚。あとは乙女もなんか右肩でただ山を築いてますね。あ、これ9500枚。だからこれはまあわかんないけど、それこそただまあこっから結局一撃なのかな、多分あのループだよね。で9500枚出てこの点すらがとりあえずちょっとわかんないけど4000枚の札が刺さってるんで、まあ4000枚は出てると。うわ、この点すらもめっちゃ出てんじゃん、5700枚。しかもなんかちょっと良さそうなグラフだとね、これが気になるのよ。グランベルムが3箱積んでんのよ。どこにあるかすら知らないんだけど、あ、でもなんかこのカバネリも良さそうじゃん、4500枚出てる。まあ9時だからね、もうたとえ設定あってももう結構やめる時間だから。あ、これかグランベルム、この台がそうね。あ、右肩で、ただ今一気に2000枚へこむんだね。ただ全盛期で4000枚。俺のやめたクランキークレストまだ打ってるよ、すげえな。ってことは出て、お、待って、3000枚、やめろ、隣のこのスパであれ、ギャー、え、2台並びで3000枚。こっちはまあ6600ゲームでしょ、まあ6800ゲーム、まあまあまあいい数字だね。でもよかった、俺が打ってた方じゃなくてよかったわ。以上。まあブブブはさすがに6、カラクリもまあ認めたくないけど4、5、6。お疲れした。ということでウエスタン浦安柳通り店での実戦終了。また今日も、まあ、もう9時過ぎです。昨日に引き続いてこんな時間まで打ってタコ負けです。朝一抽選負けてクランキークレスト宣言持ってないぐらいだったんで何も分からずに否定っていうところでね、まあ、まあ正直設定を求めて打ってるわけじゃないんで、まあ、何でもよかったんですけど、ブブブ開いたよーっつって隣で打ってた方が教えてくれて行ったんですけど、まあでもあれは華麗な耳判別、まあちょっとリスクは背負いつつも、ただまあ400ヒット400ヒット400ヒットと、もちろんミミズ以外の台で経験はあるんですけど、まあ、3連続400ヒットは謎当たりなくてもやめれるよねっていう。でかつまあやめた理由が、まあラッシュ2回入って、スーパー行かなかった。まあそれだけだとね、もちろん他の要素ないとラッシュ2回入ってスーパー行かないなんてザラなんで、それだけでミミズっていうつもりは全然ないんですけど、まあミミズだろうというところでやめたらママとミミズで、それは良かったんですけど、その後移動した、まあ、ただただへこんでるカラクリサーカス打ったらただただへこみまして、速攻で2以上は出て、で幕開チャンスバチバチ入ったんで結局前任者と合わせて5発入ってるんで、ただまあ天国にはよく行きまして、ハマりもまあ1000、本当最深部の1100が一発目であって、それ以降は1001発、あと結構軽めの男で200とか400とかね、最後は800でしたけど、で通常 C1 回の天国そこそこ行ってて、で4、5、6角出て、まあ、5800枚ぐらい入って、はい、そんな感じで13万負けで終了です。はい、勝って負けてがパチスロなんで、全然負けたこと自体で1回2回でどうこう言うつもりはないんですけど、まあ、偶然だとは思いますけど、これが本当に2ヶ月ぐらい続いちゃってるんで、からくりに関してもちょっと向き合い方を変えないといけないのかもしれない。あくまでプロフェッショナルではありますけれども、それよりもさらに大きい円の中に私人間というね、はい、属性もありますんで、まあ、そうなってくるとやはりいつかそのストレスであったり負の感情っていうものが爆発しかねないので、プロフェッショナルはしっかりとメンタルコントロールもやっていくと。パチスロは本当メンタルスポーツですので、はい、何がね一番ムカつくか、じゃあ当ててこぜ、はい、ヒントは俺がめっちゃ負けてることではない、残業してること、残念、ガイモンがめっちゃ勝ってること、一番腹立ってる。ガイモンが負けてるのは全然正直嬉しくないよ、かわいそうだなとか勝ってほしいなって思うけど、だから俺が勝ってることの嬉しさとガイモンが負けてることは、まあ、ガイモン負けてたら本当ダメだよって、なんていうの、残念な気持ちにはなるんだけど、自分が負ける悔しさ悲しさよりもガイモンが勝ってる方が俺は一番ムカつくね。そこを祝ってあげられるようになったら勝てるようになるんじゃないですか、徳を積む的な。なるほど、嫉妬の気持ちがマイナスに働いてるんじゃないですか。なるほど、滞在だねそれは。確かにガイモンが昨今勝ってると
気に俺めっちゃ負けてんのよ。完全に反転してるのよ。ガイモンおめでとう、明日もいっぱい勝てるといいね、心から応援してるよ。そんなガイモンと私サスケの収録スケジュールこんな感じでございますんで、はい、徳を積みながら明日に備えたいと思います。お疲れ様でした。本当はいくら分けてるんですか今日。134,000円。あの台がでしょ本当は言わないんや